そしてコナミスポーツクラブ山室浩二の釣り輪の演技、釣り輪のスペシャリストがここで出てきました。ゆったりとこの釣り輪の演技に入っていきました。釣り輪のスペシャリストの山室、空中姿勢も乱れることなくここは力技を見せてきました。リオデジャネイロオリンピックでもこの釣り輪のスペシャリストとして活躍が期待されるこの山室浩二、非常に安定した実施を見せていきます。さあ着地はピタリと止めてきました。全くブレることなく着地まで決めてきました山室浩二。 D スコア 6.6、 E スコア9点台が出ました 9.000 で、トータル 15.600 です。